オーディオサバイバルですご視聴ありがとうございます、えー、今日はオーディオの中でも、えー、レコードに関するちょっとお話です、えー、私はですねちょっと年齢の話は言ったことないんですけども、えー、かなり、えー、60代で、えー、70歳に近い60代です60代の後半ですね、えー、そ,そういうことでお話しさせていただきます そしてオーディオ歴につきましては何回か申し上げてるんですけれどもい、えー、50年ぐらいになりますそして私も、えー、現行ですねいろんなものを持ってるので、えー、ご視聴いただいている方ですねまあ個人にしては、まあ、いろんなものを持ってるなということで、えー、見ておられる方多いと思うんですけれども私も最初からこれあったわけじゃなくて、えー、まあそういったあのオーディオがですね 何より音楽を聴くのが好きということから始まりましてそのためにはオーディオ機器が必要ですのでそして私もまあ一般のサラリーマンということでしたので、えーまあ、少しずつですね、えー、グレードを上げて,上げていくといいますか最初からの高級キーを持っていったわけじゃなくて、まあ、だんだんですね、えー、そういうレベルをちょっと上げていったということで、まあ、最終的には、えー、ものですのでやはり長く使って えー、飽きないものですね長く使い続けられるものそして使うたんびにいいものだなあというようなですねそういったものを求めてオーディオをやっております今もそうですそして、えー、今申し上げましたように私も、えー、最初に買ったレコードプレーヤーはですねパイオニアの、えー、PL25 というんですかねちょっと型分ちょっとあんまりよく覚えてないんですけどもあのそんなに普及機で値段も 3万円か、まあ、なんか4万円かなんかそんな感じですよねそういうものから始まったと思いますそしてあのデノンのカマというものですねデノンの 3700F というのを45年ぐらい前に買いまして、まあ、今も所有してますけどそういうところから始まりましたそしてまあだんだんですねちょっとグレードが上がってきまして まあ動画の中でもですね何回かお話しさせていただいたと思いますけれども、えー、こちらになりますえっ、ー、とこちらですねでの同じデノンですけれどもこれは d p の80というものです先ほど3700と言いましたけどそれは45年ぐらい前に買ったものでまあ今もあるんですけれどもその上のものということでこちらですねそれと これは DP の80というものなんですけどこの下の75というのも所有してますそしてアームはですね SME っていうとこの308というんですかねというものですそしてカートリッジもですね結構買いましたまあ30個ぐらい買ったと思うんですけど今も10個ぐらい所有してますけれどもこれはですねデノンの305というものです感じレバーがボロンでできてるタイプですね とということで、えー、こでちら愛用してますそして私の持ってる中で一番、うん、まあ念の張りますというか高級キーはですねこちらになります、えー、こちらになりますこちらはマイクロのの5000番というものです、えー、結構ネットを見ると中古でしかもう当然手に入らないしマイクロがありませんので入らないんですけど、えー、80万円とか結構 いいい値段ついてますよねそして私もその最初デノンの関係とかパイオニアの関係から始まりましたんでこういうマイクロは知り合いが持ってたんで前から欲しいなと思っててそれであの中古ですけどこれを20年ぐらい前に手に入れることができましてその後ですねずっと愛用してます。そしててアームについては 全然分からなかったんですけどもなんか調べると SME っていうのが結構有名だということなのでそうかなと思ってですね、えー、一応これは SME の R の12というやつですねちょっと長い方のバージョンのものですけどこれをつけてますそしてーカートリッジは D の103ですね有名なやつですねまあこれで大体使っておりますそしてここからが本題なんですけれども ああいうですね、カートリッジ MC ということになりますので MM っていうのはムービングマグネットということでコイルの中を、えー、マグネット磁石が動くわけですよね針によってそして発電してそれで、えー、溝からあ、えー、溝の振動を電気信号に変えるということなんですけれども MM は、まあ、ご存知のようにムービングコイルということなんで、えー、マグネットの中をですねコイルが逆に動くんですよね。 そしてマグネットとコイルと比べたときに導線質量重量ですね重さは当然コイルの方が軽いですからで軽い方がですねやはり重いものよりはそのセンシビリティといいますか感度が高いわけですよね細かい音も拾いやすくなるわけですよね。ということでまあ高級機は大体 MM というあの MC ですね MC カートリッジになるんですけどもただ MC カートリッジになると発電の量がですね あの少なくなくってしまうんですね mm だとまあ2 5ボルとかまあ4ボルトその辺が出るんですけれども mm になっちゃうとその10分の1ぐらいの電圧しか発生しないのでそれではこのイークライズアンプの方がですねなかなか難しいということでヘッドアンプということでそれを何倍かに増幅するというヘッドアンプが必要になってくるんですね。でそれかもしくは こちらにありますけれども、まあ、ご存じのようにショトランスというものが必要になるわけですよね。そして、ま、私も昭圧トランスよく分からなかったので、えーまあ、そんなたくさんではないですけれどもまあ,あ3種類ぐらいですかねアントレーさんとか,デノンとかですねあの、買いました。ですけれどもなかなかこれというものにちょっと出会えなかったんですがたまたまですけど、えー、とんでもないオーディオマニアさんがおられて。 1>, 1億円ぐらいオーディオにかけてるっていう方がいてでその方に行った時に今まさにこの写ってるこれですけどこれが昇圧トランスなんですがこれがありまして、えー、私はもう見たことも聞いたこともなかったんですけどこれは MA コッターと言いますそしてこれはあのアメリカの会社なんですけれども、まあ、多分アメリカですので、まあ、JBL とかそういうのもみんな人の名前ですよねある,ある程度もね。ですからこれもコッターさんっていう方が作ったと思うんですけどもあのー。 これはです、ね、コッターさんという会社がありまして会社を起こしましてでこの会社はこの小圧トランスですねこの辺しか商品のバリエーションはなかったみたいなんですね当然今はもうこういう会社ないんですけどもそしてまあこれは私の,あの独断と偏見の話ですけどもこれをあの聞きましたら非常に綺麗な音でえ,ー、えというぐらいですね ちょっと驚きましたそして私もまあそういう関係で、えー、その方2つ持ってたので、えー、ちょっと譲っていただいたというようなですねちょっとそんな流れがあります。そしてこれはあのまあ45年ぐらい前のものなんですけど当時大体いい20万円ぐらいしていたもののようです。ですから今からその前でそういう金額ですから。 かなりの金額でですすよよね、ね。高級ですよ、ね、そしてこのの露出ししててててるる光ってる部分は,これは純銀の線が使われてます。そして昭和トランスなので中に当然トランスが入ってるんですけど、まあ、トランスがですね銀線のトランスなのか銅線のトランスなのかはちょっと私はわからないしいろいろ調べてもちょっとわからないんですけれども、まあ、いずれにしてもそのコッターさんという方が凝りに凝ってですね作ったということで。 私は多分、うん、独断と偏見ですけど世界最高峰の昇圧トランスじゃないいかと思いますで意外と私はちょっと知らなかったんですけれどもあのご存知の方はご存知という、まあ、当たり前の話ですけどということみたいですね。そしてあの先ほどレコードプレーヤー3機種、えー、DP の3700とそれから DP の 75DP の80それから、えー マイクロのです、ね、5000番ということでしたけど、私がだいたいレコードをです、ね、メインで聴いているのは実はですね、あの、YouTube の動画でも出してるんですけど、こちらになります。こちらのテクニクスのですね SL10、えー。こちらは現在4台持ってるんですけども、これをだいたい用意してます。で、これは今、MC カートリッジ、えー、310っていうんですかね、それつ付いてますけど、まあ非常にあの 取り扱いが楽ですし、まあ、音も悪くないので,で、こちらにですね、こちらの消圧タランスをつけて、消圧をしまして、ホノイコライザーアンプはですね、私はそんなに大したものを持ってないんですけれども、もちろんあのこういうプリメンア,アンプですね、この音響の A929、そしてまあデノンのですね、PMA、S1、こちらはもちろんついてるんですけれども、そしてまあ何より。 一番あのちょっと高級なプリアンプですね、山水の C2105 ヴィンテージ、こちらもこのイコライーアンプ、これついてるんですけれども、まあ、いろいろ聞いたんですけど、このフェーズテックさんのですね、えー、という会社ありますよね。で、こちらの、えー、こちらですかね、こちらはあの MC ヘッドアンプもついてるんで、えー、こういうショアストランスなしにも聞けるんですけど、 えー、こちらのヘッドアンパー使わずにですねこちらで昇圧をしてそして、えー、こちらの SL10 こちらで鳴らすのが結構いい音だなというように思いますそして先ほどの見ていただいた、えー、マイクロの5000番にですね電脳の305、えー、カンチレバーがボロノモンこれつけたものがまあ一番いいんですけれども、まあ、やはりあの張りというのはちょっと減りますのでねあんまりそれであの日常聴いちゃうと。 針交換だけでもう数万円かかっちゃうということになるのでまあ,あの一般的日常的にちょっと愛用してるのは、まあ、こちらですけども、まあ、なかなかいい音がします。ということで、えー、現在あのレコードがですね、えー、アメリカでは CD の売り上げを抜いたとかそれから長岡さんが月100万個ぐらい針を作ってたけど、えーえー、どん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 減っちゃってですね2万個ぐらい50分の1ぐらいになっちゃったんだけれども。 最近はあの30万個3分の1ぐらいまで回復してきたというようなこともありますので、まあ、そういったあのレコードブームというんですかねそういうことがありますので、まあ、私もあの知らなかったので、まあ、これを見ていただいた方にですね45年ぐらい前にこういった昭和・トランスの、えーまあ、優れものといいますかですねもう一生ものといいますかそういうものが作られてたんだということをですねちょっと私の動画の中で まあ知ったかぶりじゃないですけども、まあ一応あの、うん、そういうことでお知らせしてですね、あそういうものもあるんだという、えー、ことをですね知っていただいたらいいかなと思います。えー、またあの今回も取り留めない話になりますけどしたけども、えー、オーディオサバイバルよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。